皆さんこんにちは、スマイルマイルです。岐阜県可児市の音楽教室スマイルミュージックアーツで初心者ギターの方を対象にサポートさせていただいております。ギター担当の大野です。よろしくお願いします。今日もね、ワンコーラスギター弾き語りカバーをしていきたいと思うんですけれども、本日お届けする楽曲は徳永英明さんの輝きながらという曲です。で、僕は岩手にね、大学に行ってたんですけれども、卒業するタイミングに、同じ学校の先輩、そして同じバイト先の先輩、でもあったある先輩がね、最後に、ご飯をご馳走したいと言ってくださって、確か美味しいカウンター寿司にね、連れてってくださったんですよ。で、一緒に2人で食べてる時に、僕がギターでね、食べていけるようになりたいなんていう夢を語っていたので、その先輩がね、そうかということで、じゃあちょっとリクエストあるんだけどいい?みたいなこと言われてね、リクエストされたのがこの輝きながらだったんですよ。で、僕はまだこの曲をね、ギターの弾き語りで弾けなくて、当時ね、で、ちょっとまだ弾けないから、ギターの弾き語りはできないなみたいなことをね、言って断ってしまった経緯がありまして、今思えばね、弾けるところまで弾けばよかったんですけど、それをね、断ってしまうということで、で、先輩が、だったらカラオケ行こうかって言ってね、2人では初めてのカラオケ、今思えば最初で最後のカラオケになってしまったんですけれども、そのカラオケで僕は徳永さんのこの輝きながらを先輩に歌いました。で、2回目にはね、2人で一緒に歌ったんですけど、そんな思い出のある曲です。で、先輩はね、皆さんご存知の通りの大災害、東北のね、大震災 3.11 の震災で津波に飲まれて、亡くなられました。で、たくさん僕の知り合いの方もね、亡くなってしまったりしたんですけど、そんなね、昔ではあるんですが、衝撃的な悲しい思い出、があって、で、また今この現在があるということで、当時ね、果たせなかった、このギターで、輝きながらを演奏するっていうのをね、思い出したんで、ちょっと今日演奏させていただこうかなと思います。もうだいぶ特殊がね、過ぎ去ってしまった今なんですけど、それでは早速、聞いてください。徳永英明さんの輝きながら。素顔にメロディー焼き付けて君は今ながら大人のドアを開けて
からはね、やろうと思って、できることは、すぐに始めます。ご視聴ありがとうございました。スマイルマイルのチャンネル登録をよろしくお願いします。